串田川は、三重県中部の中央構造戦争いを、西から東に流れ、伊勢湾に注ぐ一級水系の本流。山和姫命よきでは山和姫命が、天照大臣の鎮座地を求めて、諸国を巡行する際、この地で串を落とされたことから地名が串田と名付けたと、され、川名の由来ともなったのではないかとされる。なお、それから、 歴代の西王は、軍業の際に櫛をこの川に捨て、神に仕える決心をしたという。滝町を流れる櫛田川櫛田川の別名に、水という故障がある。これは、当地出身の江戸時代中期の儒学者、奥田三角が名付けたもので、とは櫛を意味している。川のそばには、その別名を公明に採用した松坂市立、水小学校がある。立売用水は、櫛田川水系の朝、 柄川を水源とする用水である。江戸時代の文政6年に、畑瀬村、片野村、朝柄村、小江村、乳村の西岸により、紀州藩によって作られた。疎水百選に選ばれており、2014年には国際灌溉排水委員会による灌溉施設遺産にも登録された。現在は、小水力発電にも利用されている。交通取水地となる、 旗瀬地区へは、JR 紀勢本線松阪駅より三重交通バス、大石駅で、終点大石より、徒歩15分1889年、源流部で大規模な山腹崩壊が発生。1959年の伊勢湾台風で、崩壊地の侵食が顕著となったため、国直轄の地産工事が行われた、櫛田川について、 www.cbr.mlt.go.jp2019 i 年9月6日閲覧水町づくり協議会水歴史散策マップ2014年7月発行低水小学校社会科副特本私たちの松阪市松阪市子ども支援研究センター松阪市2020年6月22日閲覧櫛田川立い用水石 不試合1、軽流工学204ページ地球出版1979年全国書士、番号6900万1447。ありがとうございます。